はい、こんにちは、歴史級です。今日ね、ご紹介されてもこちらですね。ツリーソサイエティです。で、まあね、まんまね、見たままのね、まあ、木がでっかく立ってるわけなんですけども、なんか果物がね、すごいバン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 なるんですね。各プレイヤーのとこね。で、自分とこの果物を売って、そのお金で自分とこの建物を建てていきましょうと。まあ、こういうゲームなんですね。で、ここのところにセットコレクション要素やなんかもあり、他のプレイヤーと若干の干渉もありっていうところですね、緩やかなセットコレクション系のゲームというふうになっておりました。そんな重量級というよりですね、まさくさくね遊べるタイプのゲームになっておりましたので、今日はこちらツリーソサイティにご紹介したいというふうに思います。 The Game Gallery。 はい、こちらですね、ツリーソサイティです。コンポーネント出してみました。割とねスッキリしたねコンポーネントになってまして、今とりあえず2人分出してます。ここが1人分ですね。でこっちも1人分です。でこの真ん中のところですね、まあ市場いう感じになってるんですね。でゲームのね大体の講師申しますと、ここがですね各自が持ってる今果物なんですね。でこれをまあ売ることによってまあお金がもらえるので、このお金を使ってここをですね、これが売ってる建物なんですね。まあギルド的なもんなんですけども、これを買うんですね。買うときには一番下のここに書いてるね、これ一番下の金額を払えば買えるので、買うとまあこっち来るわけですね。で3軒まで同時にね建てることができるので、まあこれ新しいのを買って、で今一番最初の下段分を買いましたよって、こういう形でね自分のポイントになるコマを置いていったりですね、あるいはこちらの方の上の段に上げるコストを支払っていく、一番上のゲージまで上がると抜いて、まあ、完成してこっち行くで、こんな感じのゲームなんですね。なので、まあ、果物を売る、売ったお金をもらう、そのお金を用いてこっちから新しいカードを買う。この時は必ず一番下段から買いますけども、買ってこっちに置く。でお金が続く限りね、もう買ったやつをすぐ上げてもいいし、既存のを上げてもいいしっていうのをやるだけやると。まあこういう感じなんですね。でここまでやって終わったら、自分のこの今ね売っちゃったやつ、売ったやつ実はなくならないんですけども、売っちゃったやつを捨て札置き場に置き、ここから新しいカードを1枚もらい、ここにまあ補充がされると、まあ、こういうねこういう感じなんですね。こんな感じでこのゲーム大体流れていくんですね。でここにね一定数貯まったらね終わり、まあ誰が貯めても終わりなんですけども、完成したと一定数このアイコンね、もちろんこれやったら1個で3個貯まるし2個貯まるし1個貯まるし、まあいろいろなんですけども、合計数が一定になったらまあゲーム終了ですと。でここね裏返せるともこれ点数書いてるんですね、これ4点ですよとか、であるいは物によっては例えばこれやったらまあハテナなんですけど、なんとかかけるハテナとか、このチェックシートの数かける3点とか書いてるので、まあ、ポイントが変わるやつもあるし、もちろんね、固定的なね、これすごいですね。何の効果もないけどね、上がれば点数がガン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 って入ってくる。20点とかね、めちゃくちゃすごいですけども、まあこういったものもありますということなので、完成すれば基本的に点数が上がっていくということもあるし、これを1段ずつやるときに即時効果もあるし、ここにあればずっと永続効果っていうのもあるので、うまくここのところで相互作用を作りながら、でもここにずっとやっててもしょうがないので、あるところで見切っていって、得点か得点かっていうのをしていきながら、お互いに競い合いましょうと。まあ、こういうタイプのゲームなんですね。で、このゲームは非常に変わっているところなんですけども、まず手番が来たらですね、まず売るフェーズから始まるんですね。正しく言いますと、手番が来たら1個売ります。売って終わったらお金が入るので、そのお金さっき言った買ったりなんかをする。その後に自分のこれを収穫の方に入れて新しいのを補充。そしてこのお金、ビルドカードの方も、例えばこの上がなくなっていれば下にずれて補充すると、まあ、こんな形するんですね。ちなみにこの上のやつはね全部ね1金高いと、まあ、そういうわけなんですけども、で改めて面白い点が、まずこれが何金で売れるかという点なんですね。これねいくらで一体売れますかと、こういう点なんですが、これは実は総枚数分の点数なんですね。何かというと、このなんか青リンゴっぽいやつね、青リンゴのやつはここに1枚2枚3枚全員のを見るんですね。だからここにもあればこれを見るんですね。だから1枚2枚3枚4枚ありますよって、もしなるとこれをじゃあ売りますというふうになると4金手に入るんですね。ここ少しユニークですね。だからノリノリになりたいんですね。お互いをうまく同じようなものが入るように持っておくと高く売れますよっていうことなんですね。ちなみにこのね売ったやつは全部特殊効果があります。例えばここのやつとかすると、ここの後で言いますけども、自分の箱の中に2金が飛んできますよみたいなね、まあ、こういう仕掛けがあったりします。で後のここのねお金もさっき言いました、あるだけじゃあここ3金使って、じゃあこれを1枚買って一番下の効果が出るようにしといて、じゃあもうあと2金なんでこれも買っときましょうかねと、もうね使えるだけ使えるだけ使ってもらって結構なので、でそいつが終われば補充がこんな風にされて、こっちが使って新しいのもらうと、こういうのさっき説明したとこですけども、ここでもう一個面白いのが、これ実は2金しか持ち越せないんですね。これこんなに持ち越せないんですよ。
はい、じゃあ一金募集ですってね、取れちゃう。なんだこりゃって感じですね。だからすごくハマるとね、持っていけないんですよ。ここで面白いのは、この持っていける制限はここなんですけど、さっきいくつかのカードの効果とかで、ここに箱に入れたやつがあるんですよね。ここね、このお金、これは自分のが上限2金でカットされた後にこっち来るんですよ。ほら4金になった。次の手番来たらここ4金から始まるんですね。そうしたらさっきの組み合わせで言った通り4金ぐらい残しておけば6金いけそうですよね。こういう仕掛けを持っているゲームなんですよね。なんでこのゲーム、ここのところのお金がある限り買ってきて、差分次のランク次のランクっていうね、こう次のランクをここからやったら3金、次は4金、次は5金っていうこう感じなんですけども、これを上げていくのは非常にオーソドックスです。そしてここにね集まったのによってセットコレクション、例えばこれだったら同じやつがね、緑が2枚とかなってくるので、これによるセットコレクションの点数が書いてるやつがあるとかね、ここは非常にオーソドックスなんですけども、そもそも何金手に入るのかっていうのは、ここの自分と市場と全プレイヤー、他の全プレイヤーの共通の枚数でお金がパーン来ますよっていうところ。かといって持ち越せるのは結局2金しかないので、瞬間的にドーンとお金を手に入れるか、何らかの効果で貯金箱の方に入れておいて、自分が使い切れなかったやつがカットオフされた後にラウンド持ち越しできるようにするかって、ここが非常に面白いわけなんですよね。で、ここのところをうまくコントロールしながら、いかに早く自分の得点を作り上げていきますかと、こういうね非常に分かりやすいゲームになってました。まあこの辺のね細かい効果はまあ見ていただくとして、その辺ところをうまく作り上げていければセットコレクションとしていいかなというふうに思いますね。で、補足です。実はこの中は4系統入ってます。まあ裏面からも分かるんですけど、今4系統入っているんですが、ゲーム的にはあと2系統で合計6系統入ってます。最初にねこれおすすめのセットで入ってるんですね。おすすめセットのこの4種類から使うのがいいでしょうっていうのが書いてあって、この4種類は非常にオーソドックスです。純粋に点数上げるとか、まあ収入上げるとか、セットコレクションしたらなんとかって、もう非常にオーソドックスな4種類が入ってます。で、もうお分かりの通り、こっちの2種類はかなりトリッキーですね。あの工場系効果もあるし、いろんな変な効果があるということになっているので、まあもう皆さんどういうかお分かりかと思いますけど、ザ・ゲームギャラリーをご覧になっている方はもう全然混ぜていいと思います。もう最初のね、あのルールの方にも慣れてるんだったらもちろん混ぜろって書いてあるんですけども、最初から混ぜてもいいんじゃないかなと思います。これすごい分かりやすいですけど、非常にスタンダードです。非常にスタンダードなので、ゲームに慣れてない方でしたらこれが逆にいいと思いますけども、ひねくれてこうと、おお、これとこれ組み合わせたらこんな変な効果が出るんだなんていう面白効果はこっちにあるんですね。このね、この最初使わないって書いてるこっちにあるので、ゲーム慣れしてるザ・ゲームギャラリーをご覧になってる初手であれば、こっちをね最初から入れた方が私は面白いんじゃないかなというふうに思います。あと補充のタイミングですけど、ルールで一応裏面のところに補足が書いてるんですけど、この果物カードをここ市場から途中でもらえる時があるんですけど、交換によっては即時補充になってるので、果物系は即時補充です。こちらの建物についてはそのプレイヤーの終わりにね、こっちが買っていれば、これだったらこっちが詰まって上が出てくるみたいな、ここはルール書いてますけど、こっち最後なんですね。ちょっとこっちが分かりにくいんですけど、こっちは何かが取られるために即時補充ってなってるっていうのは知っておいた方がよろしいと思います。全体的に非常に分かりやすい。自分の手番だったら1個枚数数えてお金がドンと入る、お金が入った分だけもいくらでもね、パラメータもいくら上げてもいいし、 1,2,3,4,5,6 あ1個足らねえわみたいな、じゃあ6金で一番いいのはなんだっていうと、じゃあもう3金払ってもうこれで、もう3金払ってじゃあこれでみたいな、まあ、こういうことしておいて、じゃあこっち行ってこれを打って、じゃあこれではい手番おしまいですっていうと、もう補充補充とこれ繰り返していくだけですからね。でここで一定数のねシンボルを手に入れたプレイが出たらゲーム終わりと、こういう風になっているので、ゲームのね終了も変な得点計算全然ありませんので、非常に素直になっているので、逆に面白いね展開を楽しみたいんであればこっちの方入れればいいですし、ゲームのこういうセットコレクションとか相乗効果っていうの慣れてないっていう方であれば、本当にゲームのね推奨のルールっていうのが始めるのがいいかなというふうに思いますので、その辺をね皆さんのゲーム慣れによってね試してみるのがよろしいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとねここの何金で売るかっていうとこ、非常に変わった仕掛けになってるツリーソサエティを今回はご紹介いたしました。ザ・ゲームチャンネルの春休塾でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームギャラチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームギャラチャンネルの春99でした。